役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は占い師です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。占った対象は人狼ではありません。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに3番のプレイヤーが発言します。はい、こんにちは。霊能者を引きました。お願いします。そうですね、まあ僕がすべきなのは、僕が活躍しなきゃいけないのが一確定した時かなと思うので、僕が一確定した時の話しますね。まあ、僕が一確定したら僕の話を指示に従ってほしいですね。まあ、確かにね、考察によって例えばグレーズリーなら、ここを釣りたい、皆さんいろいろあると思うんですけど、僕がね、例えば6番と8番から行きましょうって言ったら、6番と8番のより釣りたい方に投票してほしい、5番に投票しないでほしい、そういう時はね。まあ、そういうふうに指示に従ってくれたらなと思います。ぐらいですかね。まあそこからね、まあ僕とか他の皆さんが精査しやすいような位置を僕は指示するつもりですので、まあそれに従ってくれたらな、まあ村人への勝利に近づけるのかなと僕自身は考えてます。そのぐらいですかね。はい、さようなら。4番のプレイヤーが発言します。はい、4です。村人陣営です。特にしようとございません。はい、まあ、霊能は自分は2枚出たら釣り切りたいなと思ってます。あと占い師が3人出てきたら、まあ、クロストップせずに釣り切りたいなと思ってます。で、まあ、霊能の3番さんは、まあ、まだわかんないですが、なんかあんま、まあ、確定したことの時だけ話してるんで、うん、なんか新芽を取ろうとしてきているけど、なんかあんま生存欲を感じない狂人っぽく感じました。はい。まあ、真なら真でそれでいいんですけど、現状3番さんに思ったことは、そんぐらいです。はい。また2周目盤面固まってから考察したいと思います。以上です。5番のプレイヤーが発言します。まあ、3番は仮に一確したとして、まあなんか3番気持ちはわかるけど、3番って実際1周目しか聞けないわけで、なんだろうな。発言を聞いて変わることって多分結構あると思うのね。だから、まあ、基本的にはその進行は、まあ、一確した人に対しては、従うべきだとは思うけど、まあ、場合によっては、従えないこともあるかもしれないけど、まあ、その時は、発言である程度残したりはしますので。はい。まあ、4番に関しては、なんか、霊能釣り切りって言ってる割には、なんか、3番の精査は加える人なんやなっていう感じのイメージ。別に4番自体の色は正直落ちてないと思ってますね。現状は、その3番が指定はするって言ってるんだけど、俺も少なからず怪しんだ位置を、その例えば3番が俺に、欄に入ってたとしても、俺は少なからず、俺の上げた釣り、あれの釣り地などは上げようかなとは正直思ってますね。色落とすために。よろしく。6番のプレイヤーが発言します。はい。5番さんの言ってることはいいなと思いました。はい。私も3番さんっていうのは、まあ、一角すれば、まあ、それに従うけども、まあ、一角しなければっていうか、まあ、その位置で、乱指定をするっていうのは、なんか、真っぽくないなとは思ってるのが現状かな。うん。だから、一角しないんじゃないかなと思ってる。まあ、すれば、3番さんが乱指定して、そこに釣り位置を合わせようとは思ってます。うん。で、そこに対して、まあ、同じ4番さん、5番さんは違和感を感じたということなんだけど、まあ、5番さんの方が、まあ、より深く3番さんには触れていたかなと思ってる。ただ、4番さんに対して、4番さんが、まあ、霊能釣り切り派だけど、3に触れてたっていうのは、その位置だから仕方ないんじゃないとは思ったかな。だから、5番さんは4番さんに求めすぎじゃないかなとは思ってるが、まあ、特にどっちも狼要素っていうのは拾えてないです。7番のプレイヤーが発言します。
はい、占い師です。4番が白です。まあ、霊能に関しては3番さんが出てきているので、まあ、遅くとも3番さんの位置かな、まで出てきてください。あと、まあ、騎士に関しても僕は全人が留守番民ができてほしいなと思ってるので、まあ、仮にもし3、1とか2、2人権にあったとしても、自分は騎士さんに出てきてほしいかなと思ってますね。まあ、自視点で4から出てきた意味ないんですけど、まあ、それでもまあ、自分の対抗がいる場合は4番の囲いがないことが分かり、それができたら自主点でグレーが狭まり議論も深まるのでいいかなと思ってます。まあ僕が最初に3番に対して思ったことはその位置で乱してできるのって思ったことだったので、なんか5番がそのことに対して突っ込みかけたような気がしたんだけど、なんかちょっと思ったこと違うんだよな。俺が3番に思ったことは若干偽っぽいなと思って、3番がね。でその位置で1周目の発言聞いて、それだけでなんか乱してできるのかなと思ったから、なんかそこをバチコリ指摘するのかなと思ったんだけど、なんかちょっとずれた気がしたんだよな、6番も。だからまあ5番がまあ若干印象いいぐらい、なんか突っ込みかけたから、ね、4番白です。8番のプレイヤーが発言します。別に3番さんに私は偽目を感じてないんですけど、3番さん普通に乱してするつもりで言ったんだけじゃないかな。なんかそれにわざわざ偽目とかあげる方が私は対抗出ろよみたいな言ってるように感じちゃうから、6番さんはあんまり印象良くないかな。5番さんはなんかめっちゃ偽視してた感じはなかったかなと思うけど、印象的に。正直片白入ってるけど4番がなんか引っかかるんよね。だからそこに白打ちかと思って、じゃまだ7番さんしか出てないからさ、まだはっきりとは言えんけど、対抗出てきた場合ちょっと過去あるんかなとか思っちゃうよね。なんか引っかかる。でもなんか明確に何が引っかかるっていうのがあんまりはっきり言えん。ごめん。9番のプレイヤーが発言します。8番さんが言おることが普通だと思うよ。その今から4番さんのその引っかかる要素一緒かはわからないけど、自分も今7番占い師として4白なんだけど、その4番って、まあ、強人ではないと思うよ。自分はその4番の黒要素を拾っている。で、まあ、黒要素なんかな。まあ、でも、その8番さんの引っかかる点はそうだなと思う。だから、その4番のその引っかかる点を言うね。自分も引っかかったから。4番って霊能釣り切りたいの後に3、4番面もクロストしないで釣り切りたいよっていうことを言ってんのよ。なんで、占い3、4番面でクロストせずに釣り切りたいって、なんで、クロストすればいいじゃん。と思ったけど。だから4番視点なんでそういう発言が出たかっていうのは自分も引っかかる。だから8番の今の4番カゴやるんじゃないのみたいな発言はそれは分かる気がしたよ。言ってないとかじゃないから、言ってたよ。4番は占い3仕様の盤面クロストしないよって言ってたよ。だから4番が気になる。1番のプレイヤーが発言します。あ、そうですね。そうそう、まあ一つ言えるのはね、3番さんのランテージに従わない人はね、ゆっくりしてればいいんだよ。釣り地にならないから。うん。2人いたよね。そのうち1人は釣り地にならないから。で、7番に関して、どのプレイヤーからみんな学んできたの、人狼ゲームを。騎士出ろ、騎士出ろ、騎士出ろ。そんな奴が真なわけないだろ。本当の真は、騎士法に溢れる。チーム愛に満ちている。そういう心を持っている人じゃなければ真の器にはなれない。みんな誰から学んだんだよ。この人狼ゲームを。どのプレイ、少数派だろ、騎士てろ、騎士てろって言わないし。誰から学べばそのプレイになる。7番釣り、以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、占い師で4勝なんだよね。だから7、4の囲いはないんすよ。まあだから、まあ、1は7釣りって言ってるけど、現状、どうだろうな。まあ一番色落ちないのって1だから、まあ現状グレーで一番釣りたいのは1かなと思った。まあ俺目線だと都合のいい人物だけど、まあ1はいらんかなって精査してないし。一周聞いた感じ、一番印象良かったのは6番だと思うけどね。まあその、6の4号精査が。その4が、じゃあ5はなんか4に対して求めすぎて、まあ、確かに4の1だったらまあ3に触れるしかないからっていう目線でなんか6の4号の精査の感じが良かったと思ったんだよね。だから、8が6を若干叩いて、ね、7、4の囲いがあるって言ってんのも、まあ、
俺目線4の白が分かってるからっていうのもあるんだけど、まあ、だから8がそこで7と若干ラインを切ったっていう可能性もあるし、9がそこで8がマットだって言ってるのも分かんなかった。3番のプレイヤーが発言します。ん？ 1 番が占い師潜伏で5番が白。はいはい、なるほどね。申し訳ないけど、1番さんとどうしよっかな。1番確定ずりとまではさすがに言えないけど、申し訳ないけど1番さんに分かってほしいのは、出方的に1番さんが一番新目が低い状態になってしまってるっていう事実はあるんだよね。だから1番さんは、まあ、頑張ってほしいなと思ってます。ただね、5番っていう、まあ、一番、まあ、僕から見たら一番印象がいい人物に指導させているので、あんまりかっこいいとかなさそうだなと思って、1番のシーンも全然あるかなと思って、1番シーンしかないだろうという。まあ、基本的には、まあ、占いの3人から1番シーンがないと思う人に投票してください。狼目とか、色を見たいとか、そういう投票はやめてほしいなと思います。1番シーンがないと思った人に投票してください。すごいよな。何、9番3章なの出てんの？そのぐらいかな。占い師3人から一番真のない人に投票してください。9番。それだけだね。いうことは。まあ、僕が個人的に思ってることとかはあるけど、別にそれは合ってるかどうかわからないので、あまり開示しません。以上です。4番のプレイヤーが発言します。はい。現状占い師で、気になってるのは2番さんかな。なんか2番さんって、5番さんの白要素を上げた後になんか9番さんとか8番さんを叩いてたと思うんですけど、占い師だったらなんか黒いとこから気になるかなって思って2番さんを怪しみます。次にまあ1番さん、まあ確かに色落ちがないっていう部分ですかね。で7番さんはまあ2周目かなと思ってます。はい。で9番さんに言われたことなんですけど、自分霊能は2なら釣り切り、占いは黒が出てもストップせずに釣り切りって言いましたけど、なんか おかしいのかなと。この進行、自分はそういう進行を取りたいっていう発言で、これが黒要素になるんだったら、ちょっと、教えてほしいです。はい。これは単純に、そう思っただけな、そう思ってます。はい。まあ、グレーはまた2日目以降でいいかなと思ってます。以上です。5番のプレイヤーが発言します。まあ、なんだろうな。4番が言ってたのって、結局あの霊能釣り切る人って安定進行が好きなわけで、占い3人出てる場合って釣り切るのが安定になるんじゃないのかなと思ってるから、なんかあんま別に黒要素として俺は追ってなかったのね。だから、まあ、しかも4番が仮にさ、あの狼だった場合って、まあ俺は1番残したいなと思ってて、俺は1番に入れない理由は、少なからず4番をあくまでその隠し色になるのかっていうのは調べてほしいから、俺はその理由で2番か7番に行くかな。で、まあ、正直あの7番って別になんかそんな多分発言がまだできてない状態だからあんまり真偽つかなくて、2番はね、なんか1番が7番の芯切るって言ってる状態で2番視点1番がいらなくなる人物というか精査が濁るような人物に俺が占い師だとあんまならないかなと思ってるから、発言はまだ正直あの2周目残ってるんだけど2番にちょっと行こうかなと思ってるかな。で、そうだな、8番に関しての、なんか、8番の発言はね、なんか、狼っぽくはないけど、まあなんか、8番が村だったら、結構厳しい叩き方はしてるなと思うから、なんか俺が、ね、8番だった場合って、そんなね、なんか、なんか引っかかんだよなとかっていう、その曖昧な発言で、4番怪しむかなとは思ってるし、まあ少なからず7番が4番白打ってる状態で、8番が4番怪しむのは、まあ効率悪いから、まあ7、8はないんかなぐらいの。感じで思ってますね。まあ、現状はね、あの、釣り切ってる間に、ある程度わかると思うんで、僕はあの、一番以外に行きます。6番のプレイヤーが発言します。うん、まあ、話を聞いてから投票したいと思ってます。まあ、確かに一番差が7釣りって言ってたのは、まあ、そういう布石だったのかなとは思いましたけど、思いましたけど、その辺はフラットにして聞きたいかなと思う。で、まあ迷った場合は、私も5番さん同様、2か7、どっちか行こうかなと思ってる。それは、それは1番さんを残す理由っていうのは4番さんを占ってもらいたいためですね。
ぐらい。そこがもし1番さんが飲めないんであれば、それはしないとこうとは思うけども。いや、4釣りでいいよ、この村。まあ、あと6、8、2、V1、殴り合いしてくれれば。ここだけ5番だったらなんとかなるんじゃない、うん、あ、いいよ。生き残った方がいいでしょ、村下。むずいな。4番ぐらいよ。むずいなと思ってるんだけど。あ、飲むよ。うん。4も5も8も言ってることは全くかなと思って。生き残った方がいいから。それでいいよ。5番さんが8番さんにとった要素っていうのは私も同意見。だから8番さん自身が単体で狼っぽくない行動をしてるなとは思ってるし、まあ、まあ、岸さんの9番さんが4番さんに対して気になってたみたいだけど、私はまあ、新郎ローケアも含めてクロストップしないっていうような考え方の持ち主が4番さんだと思ってるから、占いもむずいし、グレーもむずいなと思ってるかな。うん。まあ、ちょっと話聞いてからどっか投票はします。はい。7番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、オーソドックスに考えたら2番が狼で1番が狂人かなと思うけど、まあ、2番が4番に対して隠し城作りに行く意味がないから、行動としては2番が狼で1番狂人かなと思ってるけど。まあ、2番が狼の時にあんま8番繋がってこないかなと思うけど、なんか8番のなんか言語化してない4番の叩きってなんかようわからんかったけど、なんか8番が4番に視点抜けた中で2番が4番に隠しろ作りに行くってあんま2番8番の行動じゃないかなと思っているから、2番が狼の時は5番か6番にいるかなと思ってますね。あとは、まあ1番が狼の時に関しては、あ、まあ、1、2のロールはあんま考えてないです、現状ね。まあその時は別に釣り切ってもらえればいいかなと思ってるんで。で、一番が狼の時は、まあ、その時も結構ゴールかなと思ってて、なんか4番の隠し城を作りたいからって、いや、そもそもじゃあ4番に単体気になる要素あったと思って。だって6番ってまあ、今ね、6番がめっちゃおかしいと思ってる。てか、そもそも、1番、2番どちらが狼でも6番かなと思ってて、繋がる位置が。6番って4番、5番、8番が真っ当位置って、いや、じゃああなた視点で新ロールを追わない限り、狼いませんけどと思ったから、6番の視点が一番おかしいかなと思ってる。で、まあ、あと、まあ、一番狼二番狂人の時の五番があんまり見えないのが盤面的になんか二番狂人で壊れてなんかあんまり一番出ないかなって思う。だけど五番がなんかめちゃくちゃ強引なローン。まあわかるっちゃわかるんだけど四番の隠し色客観目線作りたいからっていう理由で一番なんか今日の追加で省くのがまあギリギリ一番もあるのかなと思ったぐらい。六番が一番おかしいと思いますよ。だっていないじゃん、あなた下の狼がと思ったけど。まあそんぐらいですね。まあ多分二番の狼のクレ使いと思うんで、まあ議論見て二番に集まりそうだったら基本自分二番にいるようかなと思ってます。8番のプレイヤーが発言します。正直4を隠し色にしてそうなった場合1残して4が隠し色になりました。そしたら5、6に新ローローじゃなければ5、6にいるっていう風になるよね。5、6に行った場合、例えば5が黒で囲われてて、じゃあ4に黒打たれたらどう精査するんだろうなって。私はもうチンプンカンプンになっちゃうよ。正直4番さんから黒要素っていう要素拾ってないし、2の白の出し方は強靭ではないかなと思う。1番さんはね、7釣りしかずっと言ってないじゃん、初週。新占いだったら、ちょっと対抗だし、まあ、7釣りたい気持ちもわからんでもないけどさ、なんかもうちょい触れるところあるんじゃねってめっちゃ思わんかな。現状私は4には狼目を感じてなくて、5、6、5が2を釣りをする。6も確か2って言ってたもんな。私、1、2の発言聞いて、今、7番さんの言ってることがめっちゃね、私はスッと入ったから、1、2の発言聞いてどっちかに入れるかな。ビビビビビ。9番のプレイヤーが発言します。いやー、自分が見てる世界線は2強7ロー1進かなと思うけどね。1がその初週に7叩いたのって、まあ、殿下って、まあ、めっちゃ匂わしてるけどね、でんかった理由としては、3、4、4にならせたいからでしょ、どうせ。一番視点って。でも、一番強靭であんなさ、匂わせてて、ね、もし7ローならどうするんじゃろうと思うたけど、
だから現状見てるのはね。だから7が6に取った要素もはと思ったけどね。まあ6はそう、まあ黒要素をね、ピックアップしてないけど、6目線まだ4、5、8がグレーセスできてないんじゃないかなと思うけど。4は明らかにおかしいことを言ったと思うよ、1周目。3、4の時にクロスしないって、進路路見えてんの。でも、4がね、強靭でそう進路路を見抜けるとは思わない。だから4が黒いと思うんだよね、普通に自分は。思考ロックとかじゃなくて、4の発言がおかしいよ、それ。で、盤面で3、4になってんでしょ。おかしくないと思うけど。なんかグレーで一番はっと思ったんだよ、4番かな。やっぱり。グレーじゃないけど。4番が一番欲しいなと思っとうけどね。だから自分は今日7番行きたいなと思うけど、まあ票集めになっちゃうから、まあ、あれじゃけど。まあでも1番の発言を聞きたい。でも2番あって今日ぐらいだと思うよ。新今日ぐらいだと思うよ。うん。はい、それだけ。1番のプレイヤーが発言します。うん。まあ、今日のわからないですけど、7番にはいけるでしょ。騎士出ろ、騎士出ろしか言えない。どんな場面でも騎士が出ろっていう人が死んだと思ってる ?8 番さん、大丈夫?うん。あのね、8番さんが折れてた場合には、あなたの HP は関係なく薄くなる。9番の話聞いてた。俺の強靭ってないんだよ。うん、3人目に出てんだよ。しかも伏線付きで。3番さん、人狼ゲーム上、盤面上1番がものすごいシーン。1番鶴村、お笑いレベルでもう、感染から罵声浴びせられるレベル。うん、むしろ1番こそ真。通の感覚でいけば。9番のが正しい。強靭ってないんだよ。伏線まで張ってわざわざ出てくる。大事なこと、グレーセスじゃないんだよ。対抗する思いなんだよ。シングラ内に一番大事なことって。間違ってんだよ、多くのプレイヤーが。形だけのグレーセスすればいい。心に響かないでしょ、1周目から。騎士が出ろ。どんな盤面でも出ろっていう人はどこに真があるの。うん。4番っていうその前半時に言ってるからローかもしれないよ。一見すると2番が隠し路作ってるから2番がローに見えるけど、芯取りに来た強靭かもしれないし、7番はいけるでしょ。7番芯ないでしょ。2周目にグレセサすればいいの。大事なことあるよね。騎士を守ろうとしなくて、どんな場面でも騎士が出ろって、騎士のことだけしか考えてない人が、芯足りえないでしょ。うん。4番占いますよ。9番が出てる以上、もう9番が身がほぼほぼなるんだから4番占いますよ。隠し路作れば、7に釣り切って終わらなければ、進路路を否定されたら、6番か8番に7か2の相方がいるっていうことなんで。ただ、状況によっては俺噛まれるかなと思ってるんで、そうなった場合には5番を下と白で置いて戦ってください。2番のプレイヤーが発言します。内訳はわかんないかな。現状どっちもローがあると思ってるかな。斜め線。あ、まあ、まず、1ロー危険だった場合、相方は1号かなって思ってる。5が増すときに1を弾いて、まあ、1が4を占わせたいからっていう理由で1を弾いてるから、まあ、普通に考えて1号は全然あると思ってる。5目線で4の2周目の話を聞いて、どう思ったかっていう目線を言わずに、1に占い飛ばすからって脳死で1を外してるのが、1号に見えもなかった。まあ、プラス1が強靭で、3周にする場合って結構リスキーなことしてるからね。リスキーっつうか、まあ、1目線でどっちかご主人様が分かってる時じゃないと出ないと思ってて、だからまあ1のローも可能性があるって考えた場合は1号に見えるかな。7がロー起点だった場合、7、6はないと思ってる。7の、7が強靭で、あんだけ6は叩けないと思ってる。だから7のローの可能性もあるから、現状どっちか内訳か、どっちが強かローかは分からない。8に関しては2周目白かったと思ってるかな。7がロー起点だった場合、7、8あんのかもしんないけど、なんだっけ。8のどこの星座が、ごめん、なんかすり寄りっぽく取られるかもしんないけど、8は白いなと思ったから、なおさら1号が終えるかな。6に関しては、これ7の目線借りるようで尺なんだけど、6目線4、5、8どれも黒くないって言ったら、6が死ぬしかなくなるよって思ったかな。まあだからそこを叩いて、6の1周目って俺白かったと思ってんだよ。だから7目線が強靭で、6白って分かってるから6叩いたっていう目線で1号に見えなくもないから、本当は1釣りたいけど、7に票集まるんだったら7でもいい。全プレイヤー。その疑いにはどんな根拠があるのかな。まあ最悪殴り合ってもらうしかないと思う。髪が生えるんじゃない。もう分かんねえんだよな、27のあれが。どっちとも取れるんだよな。
隠しろ作ってる狂人ともロードも取れるし、7番も前半位置に打ってるから。投票が終了しました。追放されるプレイヤー7番。4番占うしかないでしょ。村指定をクリアにするよ。多分白なんだと思うけど、約束だしね。俺もちょっと一つ勘違いしたっていうのは、なんか一瞬なんかこれ2番が5番白打ったと勘違いして、万が一なんか1号のあんま見えづらい理由として、万が一2番強陣に入ったらちょっと出かけてくるんで、2番が4番白このままの画面になってると思うんで、それは蹴られてしまうかもしれない。9番さんって本当にすごい歴史でよかったなって思うんだけど、ちょっと出かけてくるんで、4番のクロストップしない理由が人狼予想マジでわからんし、試合展開はみんなに見せたいんで、7番の6番の叩きは意味わからんし、6番って4番5番8番マット1、皆さん見ててください。いや、進路論終わらなきゃ、あなたの進路どこってなるんですけど。4番は白だと思うが、みんなの、みんなの、理論的になんか、議論してないのが1番かなと思ったら、1番つけたら、これが3日、2日間のゴール、まあ、7番。行動的には2番の方が多いっぽいんだけど、まあ3周目に出た1番で、2番がトリッキープレイの表示もまあ、俺2度目だからラッキーだけど。1番が釣れるかなと思って。うん、紙が入ったらね、一応投票見ますね。7番の色次第でもう紙入ると思うね。狂人であっても紙入るでしょ。ローであってもほぼほぼ俺真になっちゃってるから紙入るでしょっていう。いや、残してくれたらありがたいんだけどな。ね、2番あたりが強気な狼で自信があって、俺を残してくれたらマジでラッキーだけど。すごい論で辛いな。3番レイノがいる以上結構きついけど。なんか多分勝てないと思いますよ、この村は。3番レイノ正気で俺に言ってんの。まあ、なんか。俺、出方上俺が死んだんだってもう。どういう未来が待ってるんだろうな。4クロ打たれて4番釣られて負ける未来じゃないですか。わけわからんのに、マッチ噛まれるからいいかどうせ。わざわざ張って、対抗して、そっから出てるんだから、疲れますちゃんと5番か6番に白だっていうことを伝えながら出てるっていう。まあ死ぬか。そもそもそんなわざわざめんどくさいムーブを人がしないからってことだ。占い師の方は4番占うよ。その疑いにこれはもう、髪入ったらちょっと出かけるけど、みんなちょっと2、30分は見ててくれれば、2日目、3日目って。で、まあ、完成会があるあたり戻ってこれればね。網が入らなければそのままちょっと試合して。占った対象は、人狼です。早く終わりそう。これ、早く終わりそう。夜が明けました。おし。昨夜は1名の方が亡くなりました。紳士がすべきものです。3番、4番のプレイヤーが発言します。はい、3騎士さんは何をしているんでしょうかっていうのがまあ率直な意見なんですが、7番さんが、まあ、1、2世は分かってて、7番さんが死んだった時のことを考えて考察してたんですが、あ、まあ、偽、うん。なんかもし、7番さんが死んだったら、1、2、うん、分かんないな。2番が5黒。これも分かんないんだよな。1が狼だった場合、一番さんって、ライン見せないですもんね。わかんないんだよな。だから2が狼だった場合、6、8は弾ける。だから、7番が、うん、まあでも7番さんの遺言的に偽か。偽ですよね。だから7が、狂人だった場合、じゃあ、狼だった場合、どっちかに、2番が真になって、7号には見えない。7号には見えないんで、5番さんだけは外して考えます。5番のプレイヤーが発言します。ちょっと待って、今俺4番の発言から、こいつ黒塗りしてきたから、俺4番戦うんかと思ってたんだけど、どういうことだって、7番が狼で落ちてる場合って、1番、2番が死んで、1番って4番に黒を打ってるから、2番が死になった場合って、2番って5黒って言ってるから、まあその、発言の中で思考転換をしたのかな、4番さんは。なんか俺、あ、もうめちゃ俺に黒塗りしてきたやんって思ったけど、5番は見ないんだ。
まあ、多分9番さんは一番守ったのか分かんないけど、まあ、これによってかなりちょっと難しくなったかなとは思ってて。これ2番が強靭になった場合って、まず俺に黒を打てなかったりすると思うのよ。黒を打てないし、なおかつその4番に白をかぶせるって行為って、なかなか強靭視点だと、やりづらい行為。まあ絶対ないとは言えないんだけど、やりづらい行為だから、2番が今、7番の結果わかんないけど、2番の方が狼要素高いのかなと思って、強靭だった場合って多分白を打って、なんだろう、盤面作りやすくしたりとかするかなとは思う。まあ、強靭位置分かりやすくさせるためとか。と正直僕は思ってるんですよね。だから2番狼の方があるかなと思ってるから。だから4番がまあその、視点の中でちょっと変わったのはいいんだけど、7番狼で置くんかっていう。ごめんなさい。正直2番7番に関しては、差異があんまりつかなかったのと、7番の方が票集まりそうで、なんか別に2番に入れても意味ないかなと思ったから、本当にただそれだけで7番に入れた。グレーセーサーはまだわかんない。6番のプレイヤーが発言します。難しいんだけど、まあ仮に1番線が死んだった場合、まあ7、4か2、4なわけでしょ？そうなった場合は、7番さんが狼の可能性が高いよね。7番さんが強靭で4を囲えた場合、2番さんって出てこないと思ってるから、1番さん死んだった場合は多分、7、4、ローロ、2強なんじゃないかなとは思ってるかな。ただこの色結果が見えてない盤面下でも、これは、釣り切っていくしかないかなとは思ってます。まあ、7番さんが偽物であった場合、私6番、8番はほぼほぼ、隠し色状態になっとんかな、今。まあ、4号精査をしていけたらいいかなと思ってる。2番さんと7番さんに言われたのが、まあ、4号、8の精査ができてない。じゃあ、狼はどこにいるのって言われたんだけど、いや、今現時点、1週目の、1日目の時点で精査ができてないだけであって、で、1日目の段階でそこを精査する材料もないし、するべき問題ではなかったと思う。それを言ってるのがおかしいかなと思ってる。3仕様だから占い手をかけるでしょ？なんかおかしなこと言ってるなと思ったから私は2番さんに入れた。今日も2番さんに行きたいとは思ってる。8番のプレイヤーが発言します。でも2番さん狼だった場合にさ、じゃあ7が4囲って、2、4でそれはしないかな。そしたら芯が出てくるってわかると思うし、そしたら4って絶対占い位置になるんじゃないかな。別に私1番さんに新芽感じないんだよな。でも昨日はね、2番さんが黒だと思ったから2に入れたんやけど、今日になってちょっとね、4黒って言われたらなんか微妙でも4番さんの単体の発言もさ、黒打たれてんのにさ、平気そうだしさ、7黒4黒の2強陣で囲ってただったらまだわかるかな。だから2が、でもな、4に白打つかーって思うけどね、強陣でさ、わからん。今日、1、2の乱だよね。6番さん絶対村だと思うんだよな。もう一回1、2の発言聞くかな。一応、強靭はないと思う。ああ、どうなんだろう。強靭だったら黒っても言うのか？わからん。9番のプレイヤーが発言します。そう。パリッパリの一声。ごめんな、3番さん。まあでも、霊の神に行く構図から7黒なんかなと思うけど。だから7、4、ロー、ロー、2強陣で見てるけどな。どうなんだろう。
どうしたらいいんだろうね。でも強靭でね、そうなんだよ。言ってたけど、白かぶせに行くんかなと思うけどな。今日自分噛まれるんかな。わからん。トロールだから噛まれんかもよ、ワンちゃん。まあでも2番行きたいかなと思うけど。どうなんだろうね。自分が4黒ロックしてるから一番4黒打ったのか。まあ、その6番のその、まあ今日も自分でカバーしてたけど、それが黒要素になるとは思えないんだよ。今日は思考を話してたから。どうしよう。3番守ればよかったね。しくった。で、俺のさ、神に言った構図からもう7、4、6なんだけどな。7番の最後の遺言とか、ね、9番、あ、死ぬ気いっか、みたいな感じで言ってたし。だから7番真に見れないんだよね、その発言とかから。なんで、さ、その霊能とか騎士とかにさ、なんて言うんだろう、保護っていうか、カバーして離さないの。と思ったけど、もう4黒にしか見えない、本当に。1番のプレイヤーが発言します。うん、4黒だよ。7、4か2、4。60% ぐらい7、4で、多分3紙入ってるから。うん、40% ぐらい2、4で見てるけど。2番強靭？うん、だって、芯取るために7番が芯だと思って。俺がまさか占いだと思ってないから俺通用してるでしょ。うん。または、まあ仮にローだったら、俺を釣れば4番の色がわかんないから。蒸らして。芯を釣れば。4番隠し色にできないんだから。うん。俺がいたから黒が見つかったってだけの話だから。うん、9番騎士は優秀なんだけど。まあ、8番がいるからね。チームの爆弾がいるからね。3番と8番ってね、考えようね。伏線付き、5番か6番っていうのは3番のあれを言ってたでしょ。俺は5白持ってた人の発言なんだよ、もうあの発言っていうのは伏線で。もう、オーソドックスな教科書通りの。で、出てきてんの。7番叩いてる。もうこれだけでもう、1番が占い師だっていうのがわからないっていうのがもう投げてるわ。6番、8番は2番投票してんでしょ、俺の言うこと聞かないで。占い1に入るじゃん。4番だけはなぜか7番言ってるでしょ、俺の言うこと聞いて。4番の発言聞いた？俺に黒打たれてるはずの人の発言は7番がローだと思ってます。派なんですけどって6と8って思わないの？特に8番。4番が1番に対して人外だっていう思いがない。と、村だと置いてるんでしょ？俺は驚きだよ、もう。俺は7番がおかしいって俺が死んだからを言えるんだよ、この熱い思いで。4番のどこに1番の人外でも置かない人がどこが村でおげんの？ 2 番つって4番つって終わりましょう。以上です。2番のプレイヤーが発言します。まあ多分1目線で4番がそういう発言をしてるっていう風に捉えられたから安心して強靭で4に黒打ったんじゃないですか、多分。だからまあ、7号ロウロって全然、まあ、1黒で1号ロウロもなくはないんだけど、どうだろうな。まあ5黒なんですよ。まあ5の黒要素として1個挙げとくと、5目線、まあまず昨日の1弾き。1弾きが1号と取れなくもないんだよ。5目線で、4の精査もしてないのに、脳死で4を隠し色にするっつって、1を残す発言から1号とも取れて、5を占った。結果黒だった。プラス、だからそこで1号の可能性も終える。7目線で、昨日の2周目の7は確か6を一方的に叩いてたから、7、6はないんだけど、7、5って全然あるでしょ。7って結局5に触れてないわけだから。だから7、5の可能性もあるし、まあだから結局どっちが、黒か強、どっちが強かローか分かんないんだけど、この黒は確定なんで5に行ってください。ね、確か5で1個思い出したんだ。黒要素として1個思い出したんだけど、確か俺を叩いた様子として、確か2使用盤面の時ね、1日目の1周目、2と7の2使用盤面の時に、その俺目線1をかばっ、1を釣りたいっていうのが目線としておかしいって5は確か叩いてきた気がするんだよ。でも俺目線1って、7以外叩いてない人物だったでしょ。で、そんな人物村で残しておけないし、そんな人物をかばうと俺の芯が下がるから1を釣りをしてるわけだから、そこで叩いてんのも5不当だよねって思ってるし、それもクロスだと思ってる。だから5を釣ってほしい。全プレイヤーの発言が。その疑いにはどんな根拠があるのか。
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番の遺言を発表してください。まあ、折れずりになるのはしゃあない。まあ、ただ1って結局、4が黒としか昨日からずっと精査してないでしょ。4に対してしか触れてないでしょ、1目線って。1日目の2周目占いで出てから、4占えばいい。でまあ、2ランナーどっちでもいいみたいな発言しか残してグレー精査全くしてない。プラス1目線今日4の黒。で、4の発言で黒出せれてる人物じゃないでしょって。まあ確かに4の発言ってクソ弱いんだよ。だからこそ1が強靭で4に黒出した可能性もあるし、1がもともと黒で1号で4に黒出した可能性も全然追える。だからね、9は視点ロックやめた方がいいよ。うん。1のどこが新っぽいのか。4が黒だから、2、4が脳死で2戦になるのかって言ったら絶対そうじゃないでしょ。俺の発言を思い出して、どっちかに芯がいた場合、2、7どっちかに芯がいた場合、絶対4って白になるわけでしょ。俺芯だから4白なんです。だから、まあ死ぬと思うけど、9って。夜が更けました。人狼に気をつけて、占い師の方。え？私が悪人ですって？もう、怒りますよ。占った対象は人狼ではありません。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。9番、1番のプレイヤーが発言します。まあ8でも6でもどっちでもよかったんですけど、まあ占い師なんで占いました最後までね。占い能力ないんじゃないかって言われたら困るんで、2番って5投票してるから強靭なんじゃない？俺が死んだと思って、4、6、8のどこかが、狼か分かんないから5番に黒を打った強靭の可能性ってあるんじゃない？ 2 番でだって1じゃなくて5投票してるんだけど。もしかして、万が一2番して1番のローマで追っちゃって、4番が村だったらどうしようかと思って、5番投票した人なんじゃない？ 2 番が普通1番行くんじゃない？普通に。3、4、5だったら。あの、7、4が 60% で、2、4が 40% くらいだと俺は思ってるけど、7、4じゃない ?3 番紙が入ってるから。8番さんに解説もう一回言うか。4番、8番さんだったらどう思う ?1 番は4黒。7番が4白なのに、4番の昨日の話聞いてた ?7 番は黒だって言ってんだよ。8番さんだったらどっちを陣外で置く？白もらってる7番の方と黒もらってる1番の方、どっちを真っ先に陣外で考える？ 4 番視点、1番が陣外で考えなきゃいけないよ。1番の強路を追わなきゃいけないのに、それは全然考えずに、まさかの白もらってる7番の方がローだと言ってる人を、村だと思う？簡単な精査だよ。安心すればいいよ。6、8は村だよ。5番も村。もう5、6、8は、隠しろ。俺が死ぬ占い師だから。4番の話で、村で置かないでね。もう陣外だから。ま、4番つって終わりましょう。4番のプレイヤーが発言します。はい。今日は1行きます。まあ、1行ってください。はい。1、2、せなんでね。1番さんが、黒を打たれたことによって、7番さんの真の確率が上がったので、7番さんが真なのか偽なのかの精査を、3番さんがいなくなったので、あの段階でしなくちゃいけなくなったんで、7番さんにフォーカスを当てました。はい。ただそれだけです。1、2、せの話なんて、もう当たり前なんでね。はい。で、今、ちょっと思って考えたというか、考察は、2番さんが極黒って、自分視点7号ローロも1号ローロも見えないので、7が真だと思っています。で、そうです。で、1号ローロもないので、で、そうですね。っていう考察で、なので、ラストウルフが6、8のどっちか。でも正直、1、2の精査はもう、わかんなくて、なんか、若干8番さんかなと今思っているのが、単体で見たときに。なんか1周目自分のこと雑殴りしてきたり、あと6番さんにもまあ触れていたりね、対抗
出てこいよ発言みたいなとか。なんか、で、2日目に自分のことを白く評価したり、6番さんのことを白く評価したり、結構なんか、回収に、1周目どういう番目になるか分かんなくて殴って、で、2日目回収しに来てるかなって思ってます。5番のプレイヤーが発言します。率直に4番めちゃくちゃ白いなって正直思って、仮に4番が狼だった時に、その6番、8番って正直あんまり色が落ちてなくて、まあ、少なからず、一番のシーンって終わり気味だったと思う中で、あそこで、1号見えず、7号見えずっていうところで、6、8と戦おうとしてるっていうところは、かなり白いと、正直思って、なんか発言の中から、俺もなんか一番が強靭なんじゃないかなって正直思ってきたから、だから、6、8にいるんじゃないかなって正直思ってて、でしかも6、ただ、6、8、どっちも正直あんまり色が落ちてなくて、いいんだけど、まあ、8番ちょっと引っかかるのは、そもそも8番って、なんか、4番にあんまり引っかかるところがなかった、なんか引っかかるところがあったみたいな発言から、なんかそこから結局4番への言及とかもほとんどなくなってる状態だし、マジで色が見えないなっていうのが8番かな。まあ、結構怪しむ位置かな、俺は正直8番が。6番に関しては、どこがラスウルで考えてるかは、もうこの日にある程度言ってほしい。じゃないと発言順によっては6番の意見聞けない状態で精査することになるから。4番がその1号7号見えずっていうところで、かなりなんか、なんだろう、この週は白く、普通に白くなったかなってめちゃくちゃ思った。だから4番が今狼だった場合はうまいなと思った。純粋にね。だから6番、8番はね、言わないとおかしいからね。少なからず。今日一番釣るけど、話聞かないといけないから、俺なんか6番、8番の方が怪しいかな、ちょっと思って。6番のプレイヤーが発言します。ということは5番さんは7芯で置くってこと ?7 芯で置いてるってこと 6、8を追うってことは。うん、1番さん強靭で見るんでしょ。で、5番さん目線はじゃあ2が偽で、2が狼で、7番さん真、7番さん真どうなんだろうな。こっちに向ける意味が分かんないなとは思ってる。4番さんも5番さんも、迷ったな。5番さんは4番さんがいいと来たか。むずいか。とりあえず今日は1番さん行くね。1番さん行って、ちょっと考える。ちょっと今までの初日からのずっと発言を。ちょっと考える。ちょっと今日はとりあえず1番さん行きます。8番のプレイヤーが発言します。4番に私は行くかな。5番さんがローだった場合って、2番が真になるから、1番は仲間か、まあ、強人かは分からないけど、狼か強人か分からないけど、1を釣らずに1の真を盲信して、4番釣りって言えばいいと思うよ、5番さんって。でもそうじゃなくて、5番さんが4を釣らずに1から行くっていうのは、ただゲーム遅延してるだけでしかないし、結構1のシーンをみんな見てた盤面で、あんまり狼でそれを言うかなって、思うかな。だって2が真って5番が狼だったらわかるから。私は6番さんを狼で思ってないから、そうなったら4番さんが黒になるかな。だって、私狼じゃないし、急に私に狼塗りしてきても無理じゃないかなと思う。なんとか4番さんって1番釣って、なんとか生き残って私釣りに乗せようっていう流れかなと思う。で、それに5番さんが、なんか知らんけど、感化されてるって感じかな。単層だと思うけどな。7番さんの発言の
この遺言は私は村に感じなかったし、2番さんのご投票っていうのも村に感じないから、占い師って消去法で1番さんが真なのかなと現状思っておる。4に行きます。その疑いにはどんな根拠があるのかな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは他のプレイヤーにより追放されました。8、9の女性プレイヤーは素晴らしい。発表してください、うん。美しい女性プレイヤーで知的な女性プレイヤーこのゲームを支えてる。正解だよ、8番。まあ、やっと気づいたか。4番は5番にしょうもない評価集してるだけの話さ。2番を陣外で置いて、5番からの票をもらおうとしてる。5番に言っとく。6神が起こったら4番に行きなさい。うん、あなたの考えが間違っているってことだ。自分が偉いと思うのじゃない。ちゃんと考えろ。2番の人外わかってるでしょ。7番のことをどうやって死んでおくの、あの遺言。そして騎士出ろ、騎士出ろ。2周目だけグレー星座を形だけした人間、はい。1番はもう最初から後城を持っていた発言をし、4番の黒要素ひたすら上げてる人間。4番がどうして1番から黒を打たれて1番の人外考えないんだって話だし。今度は5番に票を回収して8番に、黒塗りし始めましたよ。もうそういうことでもうわかるでしょ。7番の死ないでしょ、もうどう考えても。俺疲れてきたんだけど。まあ8、9が見事だったっていうゲームですよ。結果終われば。うん。まあ、男性陣も頑張りましょうよ。美しき知的な女性プレイヤー陣に迷惑かけてんじゃなくて、俺たちもかっこよく、4つって終わりましょう。2人にね、8番、9番に勝利を届けましょう。4番の黒よさ散々上げてますよ、もう。はい。それなので4番つってください。以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターン4番のプレイヤーが発言します。はい、うん、もういや本当6番さんが色見えないなっていうところではあるんですが、8番さんに自分は現状行きたいですかね、うん。あ、もう1強2ローで追ってます。でも初日にも、なんだ？ライン切りが発生しちゃってるので、もう自分はそこはもう分かんなくて、ただ、8番さんって、なんかもう5番さんに対してなんか遅延だとか、6は狼に追ってないだとか、票回収だとか、で、4に行くだとか、なんかずるいなって、考察してないなって思ってます。はい。なんか情に訴えかけてるだけで、何も考察を落としてなくて。うん。もうそんなとこですかね。初日雑に殴って、2日目票回収して、ここに来てまた情に訴えかけて、みたいな、そんな風に自分は8番さんを見て、狼だと思っています。はい。うん、ライン切りはもう、28でつながる要素か。うん、まあ、わかんないですね。もう、うん。自分は単体で8番さんに行きたいと思ってます。まあ、6番さんの話も聞くけど。うん。なんか1番さんに言われたんだけど、なんだっけ。あ、まあ、はい。ちょっと話聞けよ。5番のプレイヤーが発言します。まあ、それぞれちょっと気になるところがある。6番は、そもそも、
なんで俺が昨日釣り位置を上げないと6番の意見聞けなくなるから反論できないしっていう精査を残してるのに、6番って釣り位置上げなかったよね。とりあえず1番行こうっていうのは、俺の直近の発言を聞いた上でその発言ってめちゃくちゃ臭いなって正直思ったよ。だから6番には なんで釣りそもそもあのラスウル位置を上げずに1番釣りだけで終わったのかめちゃくちゃ気になるし、8番に関してはな、その4番、そもそもでも4番と見てても昨日って1番行く進行しかないから、なんかもう村としての行動じゃないかなって率直に思うし、あの4番、4番にちょっと気になったのは、4番ってなんか2番の偽要素って言ってたっけなって、そこぐらい、なんかあんまり4番見てないんだけど、7番死んでおくっての話ちょっと俺思い出せないから、なんかそれ言ってたっけなっていうぐらい。ただね、なかなか見えないのよ、やっぱ4番が黒っていうのは。例えば2番4番狼の時にね、7が4番囲えてる、あの、7番巨人がね、4番囲ってる時に、2番が4番に黒、あ、白刺すかなと思った時に。刺さんやろうし、やっぱ2番がね、あの、黒結果をやっぱ2日目で落とす時って、やっぱ2番って巨人よりやっぱ狼の方が可能性高いと思ってるから、2番が狼の時にやっぱあんま4番が、見当たらないんで、正直6番8番のどちらかにほぼ行きます。よっぽど白くならない限り。8番は説明した方がいい。なんで昨日4番行ったの？チーム行為とかって本当にそういう理由で行ったのかな？ 6 番は明確に上げてね。あの釣り位置。どっちかというと俺8番。6番のプレイヤーが発言します。釣り位置を上げてねって言うけど、じゃあ5番さんの釣り位置はどこなの？ 6 なの？ 8 なの？ 4 なの？それを言ってほしいし、5番さんが見えてる視点っていうのはどうなの？ 2-4 ローに見えないってことでしょ？そうなった場合、じゃあ2番さんが狼で、じゃあ1番さん、7番さんにはどう見えてるのか、その視点がわからないから何とも答えれないんだよね。4番さんは、1強2ローって言ってたっけ？1強2ローで、7神？7番さん。俺はどうなんだろう。じゃあ7番さんが死んで釣られてね、三神っていうところからやっぱり七狼って思うんだけどね。だから七狼で三神のそう捉える方が素直だと思うけどな。おかしいんかな。まあ八番さんの発言も聞くけど、正直自分は4か5で悩んでる。8番のプレイヤーが発言します。昨日も言ったんですけど、4番が明確に狼だと思って、5番と6番は村だと思ってます。4番さんって生き残る筋って昨日の段階で1番を釣って、ここで信用勝負に持っていくしかないんですよね。で、5番さんと6番さんが狼だった場合って、5番さん視点が、5番が狼だと2番さんは真になるはずだから、2番さんを釣った時点でもう1は4に黒って言ってるから、5番さんってほぼ勝ちじゃん、4番を釣れば。で、なのにわざわざ1番を釣る。これって6番も同様で、1番が偽だった場合に6番が狼だったら1を釣るメリットってゼロなんですよ。なのにわざわざ1番を釣るって、5番6番狼だったらゲームを延長しているだけでしかなくて、勝とうとしてないとしか思えないんですよ。4番の勝ち筋は1を釣って5、6、8の中で誰かに黒塗りで、その対象として私が選ばれたっていうだけで、5番さんもそれになんか感化されてるだけだと思います。だから私は今の考えから5番さんと6番さんは狼足りえないと思っているんで、4番さんが狼で1番さんが死んで終わりだと思っていますので、なので昨日は4番に投票しました。
もう私が4投票するって言ってる時点で5、6が4に入れてない時点で5、6は狼じゃない。まあ、延長にならないでいいよ。もう出かけなきゃいけないところがあってね。まあ、さあもう721の精査ができないってもうマジで1視点だったらかわいそうだよ、1番の占い師が。ありがとう。9番、8番ありがとう。投票が終了しました。よかったよ。追放される。9番勝ってくれてよかったよ。ゲーム終了。村人陣営の勝利です。